はい、皆さんこんにちは、村長です。今日は YouTube チャンネル登録者1000人達成ということで、記念の第1回目のアップロードです。今回はさだまさしさんのギタリストとしても有名な坂本昌司さんの次のアルバムの一部分を公開許可をもらって、ギターの素晴らしさと坂本さんの得意なハーモニーの一部分を紹介させていただこうと思います。村長ミュージックスタジオ。さだまさしさんのファンの人にはもう何の曲か少しバレちゃいましたかね。今回のこの音源はトリッキーな部分があります。それはレコーディングの後のミーティングでオブリガートを追加しようという話になって、 iPhone で録音をしたものを送っていただきました。前のアルバムでも初めは内緒にしていたんですが、皆さんからの評価がとっても良かったので、坂本さんはライブで内緒の話を公開しました。僕の方は数年前から iPhone のレコーディングで音をスタジオ録音と変わらないような音に仕上げる試みをずっと続けてきました。これからリモートレコーディングがもっともっと普及した時に、この技術はとっても役に立つと思っています。今回は最終音源では使わないiPhone で入れたリードギターをここだけの後悔として聴かせてみたいと思います。ギターの風景画家と呼ばれる坂本昌司さんのギターと最新のレコーディングテクニックを融合させた今回のレコーディング、これを今回 YouTube チャンネル登録1000人達成の第1回目のアップロードとさせていただきました。ご視聴ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。村長でした。